チパチあげて、ちっとあげ好き、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロまるで。あー、どうしよっかな。何がや。去年上下セットで買ったデニムがあるんだけど、ずっとパンツだけ履いてたから久々に上下できたら色が違うんだよ。あー、弁当で言うたら上のおかずばっかり食べて下のご飯は残るみたいなことか。いや、なんか惜しい。リモコンで言ったらよく見るチャンネルのところだけ数字の部分が薄くなるみたいなこと。ちょっと離れたかも。桑田真澄がグラウンドのずっと同じとこ走って、そこだけ芝生がはげて桑田道って呼ばれるようになった話のデニム版みたいなこと。いや、デニム版ってなんだよ。俺は上下セットでそれぞれのカラーが違うって話をしてんの。おじさんのセットで白髪を全部黒に染めないで前髪の白髪だけ残してカラーが違うみたいなこと。そういう人いるけど、そういうことじゃない。大阪のおばちゃんは一部分だけ残した白髪を赤とか紫に染めんで。おばちゃんの話どうでもいい。虫さんどうした？パンツと同じ色になるまで今度は上だけずっと着ればいいってアドバイスを桑田真澄のモノマネでどんな風に言えばいいと思う？桑田真澄いらん。また見んさいよ。